平野市洋人宮寺ゆうた騎士、ゆうた新ユニット指導における真相に迫る滝沢秀明氏の背後に潜む100億円ビジネス。滝沢秀明氏が手掛けた新会社、株式会社飛べの動向はエンターテイメント業界において大きな関心を集めています。 この新たなプロジェクトには、元 V6 の三宅健 44, 元キングプリンスへの平野小26と神宮宮王25、そして元インパクターズの IMP などが参加しており、さらに8月末にはキスマイフット2の北山博光37、岸優太二27も合流する見込みです。 注目すべきは、2022年7月10日に行われた参議院選挙の前に立ち上げられた、ロボボーの党と呼ばれるプロジェクトです。この選挙戦略では、奥野氏が奇抜な選挙活動を展開し、その名前をに日らしめました。彼は参院選のために天狗のお面を身につけて演説し、 格闘家のピーター・ラーツ52やヤボブ・サップ48なども巻き込んで大きな注目を浴びました。また、奥野氏は2022年9月に埼玉スーパーアリーナで行われた総合格闘技イベント、将来人で、朝倉未来31やプロボクシング元5階級制覇王者のフロイド・メインウェザー46との試合前に登場。 このシーンでの挑発的な行動が奥野氏の大胆なキャラクターを象徴する瞬間となりました。こうした奥野氏と滝沢氏との関係性については諸説が飛び交っています。奥野氏は滝沢氏からの誘いで山へ向かい、火山仲間としての親密さを示す投稿を SNS 上で行ったとされています。 しかしながら、滝沢氏は2023年7月31日に t i k オーダー、奥野氏との関係を否定しました。彼によれば、奥野氏は彼の弟が働いていた会社の社長であるが、現在はほとんど会っていないと述べています。一方、戸辺の今後については大きな展望があります。滝沢氏は、 基本的にすべての配信プラットフォームで楽曲配信を行い、ランキング上位に入ることで世界中で楽曲が聴かれるようになると述べています。これに対し一部のファンからは批判的な声も寄せられましたが、滝沢氏はビジネスの成功を目指す強い意志を示しています。株式会社。 戸べのプロジェクトには平野氏、楊神宮寺ゆうた、岸ゆうたなども介入しており彼らの人気も大きな注目を浴びています。しかしながら、プロジェクトに関わる中で、滝沢氏と奥野氏との関係性が物議を醸している点も否めません。ファンや関係者は、今後の戸べのビジネス展開にどのような影響を及ぼすか注視していることでしょう。 最終的にはエンターテイメント業界におけるビジネスの舞台裏や人間関係がプロジェクトの成功にどのような影響をもたらすのか、これからも注目が集まりそうです。